はい、毎度です。よいしょ。はい、出発。先ほどですね、あらら、先ほど九州地方で大きな地震がありました。で、なんとですね、内閣府から南海トラフの予兆かもしれんぜってことで、怖いのでガソリンを満タンにしました。半分も減ってなかったけど、いやー、何が起きるか分かんないですよね。非常に怖いです。今年はですね、もういろいろありましたよね。まだ半年ぐらいしか経っとらんけど、で、今後のうちのお店の予定というか予測というか、アメカジ屋さん今後どうなっちゃうのっていうことなんですけども、ちょっと考えてみます。ですね、我々はですね、アメカジ屋さんとしては、まあ輸入に頼ったり、またはお客様の下取りとか買い取りに頼るわけですね。で、それを手を加えて綺麗にしたりとか、で、利益を乗せて、で、売って利益を出して、家賃と人件費を払ったりとか、するわけですね。で、かなりの超円安、160円台でですね、利益がガンガン減りながらも、で、仕入れ値がですね、円安なので、ドルが160円だったりとかすると、仕入れ値が、まあ、去年の 1.4 倍から 1.5 倍ぐらい高いわけですよ。そうすると、結局は、売り値をですね、上げなければいけないと、若干。なので、まあ、売れ行きが今度は、小売りがなかなか、売れ行きが難しくなるわけですよね。特に人件費はそんなにかからないものが多いので、特に新品だと。それが飲食の場合だと、まあ人件費かかるんで、まあ例えば、うどん屋さんだったとしましょう。ちょうど今うどん屋さんがあったから。小麦粉の値段が倍になったからといって、値段を倍にするわけにはいかないわけですよね。かといって、まあ人件費もかかるわけなので、まあそこそこの値上がり幅なわけですよ。ですが、私んとこの商品はですね、そんなに物が来て、まあ検品して、ちょっと傷があるものとか、例えば自動車の部品とかね。海外だと、いや、そんな傷別にそこ、どの道傷つくとこじゃんと言っても、日本では通用しないわけなので、また綺麗にバフ掛けをしたりとか、傷直しをしてバフ掛けしたりとか、まあ、飲食まではいかないとしても人件費がかかるわけですよ。なのでそういう時は、まあうちリサイクル屋さんも兼ねてますんで、まあ特にジュエリーですね、金や銀などの商品はですね、潰れていたとしても、まあ地金で買い取れるわけですね。で、それを材料として使ったりとか、また綺麗に直すまで、まあ、かなりの人件費がかかるんですけど、それをお直しして、中古品として綺麗にして直すわけですね。まあ、うちはインディアンジュエリー屋さんが主なので、アクセサリー屋さんとしては。まあ、なので、例えば、名のある、ターコイズに入れ替えたりとか、付加価値をつけて、売るわけですね。そういうことが可能なわけです。なので、職人ありきなんですね。だから、もともと私は料理人であり、ジュエリーというか、アクセサリー、ジュエリーはどうかあれだけど、まあ、職人なわけですね。お直しとかができますので、その点はやっぱり、他のお店よりは強いのではないかなと思います。
それプラス私はまあ料理人をしながらですね、リサイクル屋さんをやっておりましたので、いまだにそのコネがありまして、やっぱり生前整理、遺品整理、引っ越し整理、それから、まあ、お店の倒産とか、そういうもので、残次物関係なんかをよく引き取るんですけど、景気が悪いときは、新品のものをわざわざアメリカとか、円がね、安いときに仕入れずとも、リサイクル関係の力、方に力を入れていくわけですね。なので、こっちが景気悪くなったら、こっちが景気っていう感じで、まあ、どっこいどっこいなんですね。かといって、めちゃめちゃ儲かるかって言ったら、そんなに、儲からないわけですね。儲かってたら、今時も、60手前で、引退馬、しとるわけなんですけども。まあ、それプラス、まあ、うちは、あとは、デザイナーが、すごく出入りをしておりますので、例えば、その、絵を売ったりとか、それから、まあ、その、例えば、平面のものであれば、デザインというか絵にして T シャツにしたりとか、またはかっこいいアンティーク風な額縁に入れて、絵としてね、置物として売ったりとか、それからあとは中国で有名な金東京ですね。なぜかうち日本代理店なので、ものすごいコネが、コネがコネを呼びまして、中国金東京の代理店なわけですね。まあそういうのがあったりとか、まあ日本ではもうすごい少なくなりましたけど、ズートスーツの、ズートスーツ屋さんだったりとかしまして、いろいろですね、道がいくつかあります。それをなんて言うんだろう、うち4人ほどアウトソーシングで、業者を使ってるんですけど、4業者ぐらいで分けてやってるわけですね。うちの直営というか、直で仕入れたり作ったりしてるものを直でやってるわけですね。小売りと通販と、それから卸をやっております。卸がたくさん売れてるときは、小売が、そんなに忙しくないときですね。小売が忙しいと、卸値も若干変動があったりとかして、それも、どっちもどっちなんですね。卸の方が景気が悪いと、小売が景気を良くしたりとか、まあ安くできますので、自分で。なので、買い付け買い取り、それから小売り、そして卸、そして通販、すべてをやっていれば、確実に強いです。なので、すべてにオールマイティでなければいけないと思ってますね。だから料理人時代も、いや、私和食しかできないんで、じゃダメなんですね。和洋中全部できなければいけないわけですね。まあ和食は私あんまり得意ではないんですけど、もともと、まあ、イタリアン勉強して途中で、中国料理、かなり好きになって、そっちの方にのめり込んでったんですけどね。まあ、フレンチもやっておりましたけども、それで言って、じゃあ、俺、厨房から外出ませんので、って言ってもダメなんですよ。ホールが忙しければ、ホールのお手伝いをしたりとか、すべてオールマイティでないと今はダメな時代ではないかなと思います。それがまた中途半端だとダメなので、必ず一つか二つ得意分野を持っていた方がよろしいかと思いますね。私はアメ車が趣味で大好きなんですね。結構アメ車のことに関しては、まあまあ、その辺の素人さんよりは知ってるかなと思いますけど、まあAカーズのカズさんとか、ああいう人にはもう神様には、もう足元にも及ばないぐらいですけど、それと、あと、まあ、フィフティーズが大好きなんですね。特に音楽ですね。
だ楽器もできないし、別に踊りも踊れないけど、まあ、知識だけは豊富です。だいたい1万5000から2万曲ぐらいは私の頭の中に入っております。それでラジオ DJ を、10年ほどやりましたが、お金にはなりませんでしたけど、今となっては、まあそういう感性ですね。こういうデザインだったら売れるんじゃないかなとか、こういうデザインだったら、自分で作れるのかなとか、デザインできるかなとか、そういう、まあやってて無駄ではなかったですね。なので今は、その辺の知識というか、情報なんかはネットで拾えますので、やっぱり最終的には腕なんですね。なのでなんかできる技術を一つだけでも一つの町で俺にかなうやつはいないぐらいな感じで鍛えてみてはどうでしょうか。さすれば職人がネット後通販ができるようになったら、それこそそれに強いに越したことはないと思いますんで、まあ今若い方でお店やなんかそういう独立したいなという方がおられるんであれば、必ず何か一つ得意なものを知識よりも腕を磨いてみてはどうでしょうかという感じでした。というまあどうでもなちょっとね、自信が怖い今日この頃でした。じゃあねー。